皆様こんにちは、ゆうきです。今回はいよいよですね、4月末、5月初めということで、いよいよマラソンシーズンも、終わりに近づいてるのかなとは思ってます。これからトレラン、山とかを走ったりする大会も5月とか6月を境に、比較的夏場になったら、かなり、マラソンシーズン落ち着くのかなと思います。でこれからまた来年のマラソンシーズン、来シーズンに向けて練習する方とか、あとは今気候がですね、かなり気持ちいいので、暑くもなく寒くもなく新緑のシーズンで、とても気持ちよく運動を始められるかなと思うので、ランニングとか始める方向けに、セルフケアの大切さと、あとはおすすめ、セルフケア時におすすめのですね、このマッサージガン、ユーフィットリリーサーミニをご紹介したいと思います。で単にこの、マッサージガンを説明するだけだと、なかなか、重要性とかなんで必要なのみたいなのがわからないかと思うので、自分のですね、運動歴とか怪我とかを話し交えながらですね、今回ご紹介したいと思います。でぜひこの今回紹介させていただく、ご提供いただいたユーフィットリリーサーミニ、気になる方は概要欄にですね、リンク貼っておりますので、そちらからウェブサイト等飛んでいただいたりとかで詳しい情報を見ていただければと思います。また動画の後半には、お得な情報もですね、載せてを発信いたしますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。このチャンネルではランニングや旅に関する情報を発信しております。マラソン初心者の方がどういったウェアで、どういったところ走ればいいのとか、観光ラン、旅ラン、観光先で朝ですね、ちょっとこう気持ちよく走って観光しながらランニングを楽しむというような動画を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録まだの方はポチッと、応援よろしくお願いいたします。ということで今回ご紹介させていただくこの UFIT リリーサーミニマッサージガン、ですね、なんですけれども、結構近年セルフケアとか、が話題になっていて、こういうアイテムがたくさん出てきているかと思うんですけれども、いろんなランチューバーの方とかがこういう使い方とか重要性とかを説いていくんですが、自分はちょっと違った視線で、なんでこういうマッサージガンが必要なのかといったところと、自分のですね、運動歴とかを混ぜてお話ししたいと思います。で早速なんですけれども、自分もですね、小中高と8年間野球をずっとやっておりまして、で大学時代には陸上の短距離100メートル、200メートルを主に走っていて、400メートルリレーだったりとかですね、短距離を走っていました。で社会人になってからは、長距離のランニングと、あとは筋トレ等をですね、比較的やっていて、フルマラソンのベストはですね、2時間57分と、5年前ぐらいの記録にはなるんですけれども、その当時はかなり活発にやってました。今はどちらかというと、体の体型維持とか、そういったところを目標に走ったりとか、また公園で筋トレしたりとか、でフルマラソンもサブ4、4時間ぐらい切れるかなぐらいのタイムでですね、楽しく走っております。で、セルフケア、今回お話、マッサージガンのお話いただいたときに改めて振り返ってみたんですけれども、大学自体は陸上の短距離をやっていて、もう本当練習詰め、で、ウェイトトレーニング もほぼほぼ毎日やったりとか、あとは走ったりとかですね、で、陸上の短距離だとかなり瞬発力で体の負荷もかなり高いんですけれども、結構練習中、もそうですし、大会の時もそうなんですけれども、肉離れ、もも裏の肉離れを起こすことが多かったです。で、治ってもまたちょっと再発するというような、ちょっとこう負のループに入っていたのかなと思っていて、その当時、練習するとか筋トレするっていうような、知識、勉強等を一生懸命していたんですけれども、なかなかこう体のセルフケアとか、ストレッチとか、そういったところはおろそかになっていたのかなと思います。肉離れした後に整形外科とかに行くんですけれども、その当時、先生にもですね、お医者さんにも、怪我した後、肉離れした後っていうのは筋肉、くっついたところがちょっとこうコブみたいになって硬くなっているので、より柔軟性とか、あとはそこの、ケアがより大事だよっていうふうには言われていたんですけれども、なんとなく、
ストレッチやったりとかして、また走って体に負荷かけたら、肉離れを起こしてしまうようなですね、ところが多かったので、もし、まあ、当時もっとセルフケアとか体をいたわる知識っていうのを備えていれば、まあ、こういった怪我とか、まあ、あとはタイムの向上にもつながったのかなと思います。で、もともと自分も体が結構こう硬く、ストレッチっていうのを比較的、まあ、重視してやっていたつもりなんですけれども、まあまだその当時は足りなかったのかなと思います。で、そういった、怪我とかの経験もあったり、まあ、日常的に体を動かすことが多いので、まあ、今でも、まあ、お風呂上がりにですね、大体10分間ぐらい、セルフストレッチで、まあ、柔軟性を高めたりとか、疲労をなるべく翌日に残さないような、動きはしてるんですけれども、特にですね、まあ、フルマラソンとかマラソンの練習って意外と、まあ、走ってる、本当に走ってるだけ、まあ、球技とかと違って、球とか瞬発力っていうのはないんですけれども、まあ、自分の体を、いかにですね、長く走り続けられるか、また地面に結構自分の足を叩きつけながら、走っていくスポーツなので、結構競技時間とか体の負荷っていうのはかなり高いと思います。また足とか自分の体体重を支えるために足への負担も体重の2、3倍ぐらいが、まあ、膝だったりとか足関節等に負荷がかかるというのもあって、結構ですね、自分も筋肉がかなりガチガチでした。ストレッチをやっていてもなかなか毎日走ったりとか、多い時にはですね、まあ2週間に一遍とか、かなりマラソン大会とかも過密スケジュールで走っていた時もあるので、かなり疲労が溜まっていたのかなと思います。そこでですね、今回はこの UFIT リリーサーミニマッサージガンをご提供いただいて、実際にですね、お風呂上がりのストレッチ時に使ってみたりとか、まあ、あとはちょっと走り出す前に少しですね、刺激入れみたいな形でも使わせていただきました。で、自分はですね、このマッサージガン、もう一個小さい、ハイパーエクササガン、エクササイズガンかな、もう一回り小さいマッサージガンを使っていたんですけれども、まあ、それよりはちょっと一回り大きいんですが、もっとですね、自宅でやるかなりパワフルなものと違ってコンパクトではあるんですけれども、かなりパワフルな、また静かな、この UFIT リリーサーミニ、非常に使ってみて1週間ちょっとなんですけれども、すでに効果も体が軽くなったりとか、翌日の疲れが少し軽減できてるなっていうのを少しずつ実感しているところではあります。で、このマッサージガンの簡単な使い方とか説明にはなるんですけれども、とですね、こういった専用のケースに入っていて、結構手のひらぐらいですかね。で、これを開けると中に実際にマッサージガンと4つのアタッチメントがついてます。で、これで部位によって先端部分をよいしょこう変えて使うようにしているんですけれども、まあ、自分はですね、このちょっと平べったいタイプと、あとはたまにこういう円状のアタッチメントをよく使います。自分もそれまであまりこういったマッサージガンを使ったことはなかったので、まあ、いろいろ調べてどういう使い方がいいのかなっていうので調べたところ、今よく言われる筋膜リリースとか筋肉をほぐしてあげるといったところに主に使われるということで、まあ、筋膜リリースとは何ぞやっていうところにはなるんですけれども、まあ普段筋肉等を使っていると、どうしても筋肉膜で覆われている筋肉がどうしても癒着して動きが鈍くなってしまう、まあ、自転車でいうとこうサビとかに近いのかなと思うんですけれども、こう自転車とか普段走ったりとか歩いている体と想定していただいて、自転車もだんだんこう使っていくと、まあ、錆びて動きが鈍くなったりとかすると思うんですが、まあ、それをこういったマッサージガンで、筋肉のところにをマッサージしてあげることによって、まあ、その筋膜部分、癒着していた部分が、まあ、しっかりとこう剥がれて、まあ、動きが円滑になるよといったところが、まあ、
主な、まあ、収支効果にはなると思うんですけれども、まあ、そういった形で、より自分のですね、まあ、柔軟性とか体の動きを滑らかにするといった時に使う、または筋肉結構凝り固まっているところとほぐすのにぴったりかと思います。で、実際にマッサージガンのトップにボタンがあるので、こちらをワンプッシュしていただくだけで、すぐにですね、使用できるので、こういった振動を、まあ、筋肉の主な部分に当てて使っていただきます。で、強さは4段階。で、これもワンタッチで強さを変えられるので、まあ、非常に操作性も楽。また、こうパワフルなんですけれども、かなり静かということで、まあ、自分は夜、お風呂上がりに使っているんですけども、まあ、家族にも、うるさく、家族の迷惑にならないような音量といいますか、全然音的には静かなので非常に使いやすいかなと思います。また充電もタイプ C、付属のタイプ C が付いているので、まあ、そちらで充電もできますし、非常にコンパクトで、マッサージガン大きいものになると、なかなか持っているのを、持ってずっとやっていくのは大変なんですけれども、ずっと使っていても、全然重さとかはそんなに気にならず、かなりパワフルで非常に良かったかなと思います。自分もですね、実際に、よくマッサージガン当てるところ、よく使うところ、というと、まあ、ランナーの方はもちろんそうなんですけれども、まあ、もも、太もも、足全体をですね、比較的、毎日、マッサージしています。特にふくらはぎ部分は、フルマラソンの時とか、マラソンの時、結構、つま先のこう蹴る力、自分がもともとちょっとこう強いのか、かなりふくらはぎに負担がかかるので、実際に使ってみると、めちゃくちゃ凝っていてですね、硬くて、笑っちゃうぐらい痛かったんですけれども、だんだんやっぱ使い終わった後、っていうのは少しこう筋肉が柔らかくなっているっていうのをちょっと感じられて、少しですね、こうストレッチを普段やるとき、やるだけよりも軽く感じたので、ぜひですね、ぜひぜひ今後も使ってですね、体の変化っていうのを楽しみたいなと思います。で、自分は、まあ、ふくらはぎ、それから、太もも裏、あとはお尻ですね。お尻のところも結構凝っているので、まあ、お尻の時は少し強度を強くして当ててあげると、まあ、気持ちよく、またほぐれる感じが、感じられると思うので、ぜひですね、まあ、ランナーの方、走って、いや、自分はそんなに疲労溜まってないよっていう方も一度使ってみると、うわ、こんなに凝ってたんだっていうようなですね、知れると思いますので、ぜひ気になる方は概要欄より、まあ、より詳細な情報とか、まあ、あとは他のランチューバーの方も同じように上げて、動画を上げているので、まあ、よりなんかもっと違った視点で、見たいなという方は探してみてはいかがでしょうか。で、今回はですね、特別にこちらの UFIT リリーサーミニの 5% クーポン、概要欄にありますので、ぜひ気になって、あ、じゃあちょっと試しに買ってみようかな、使ってみたいな、もともと欲しかったけど、あ、このタイミングちょうどよかったっていう方は、その 5% クーポン、ぜひですね、お使いいただければと思います。はい、なかなかですね、まあ、ランニングしている、ランニングされている方とは、ランニングシューズとかウェアっていうのは、まあ、注目されて、より考える方多いんですけれども、セルフケア、こういったマッサージ感とか、っていうのはなかなかこうおろそかになりがちです。まあ自分もそうだったので、改めてセルフケアの重要さとか、体の大切さっていうのを今回知ることができましたので、本当にこのような機会をいただいてありがとうございます。また、体もですね、どのように変わっていったかっていうのを使い続けて皆様に発信できればなと思いました。で、動画の最初でお話しさせていただいた、まあ、大学時代にこういったセルフケアの知識とか、まあ、道具があればいいなと思ったので、まあ、ぜひ部活動とか、まあ、大学生とかもそうですし、まあ、部活で1本、持っておくっていうのもいいかと思います。あとは、ご家族で、まあ、スポーツされている方がいれば、まあ、一家に1台あってですね、こちらで使っていただいて、なかなか自分では届かない手の部分とかあると思うので、まあ、そういった時にはパートナーの方だったりとか、ご家族にやっていただいて、
お二人でやっていただくと、まあ、少し、ここの部分凝ってるねとか、普段の練習どうとか、部活動どうみたいなですね、コミュニケーションにもつながるかと思いますので、ぜひ気になる方は概要欄より商品チェックしていただければと思います。はい。ランニング人生、こう長く続けられるスポーツかと思うので、まあ、ぜひ、怪我してですね、ランニングに嫌な思いがあっても走りたくないよっていう風にならないように、普段からセルフケアとか体をいたわるっていうことを、頭に入れていただいて、ぜひこういったアイテムを活用して長く楽しくランニングを楽しんでいただければなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひですね、動画面白ければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもまたいろんなところ走って観光ランの動画だったりとか、またシューズ、それからこういった、おすすめのアイテム等をご紹介できればなと思います。また SNS、Instagram を中心にコーデとか大会参加した時の結果とかを載せてますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。